はい、皆さんこんにちは。ワンダルグルビジです。では、今回はハートバイアホー第一次世界大戦モードですね、続きをやっていきたいと思います。前回アメリカにですね、上陸をかけて、いったというところをプレイしていたところですね、警戒していたイギリスの参戦、アメリカ軍側としての参戦ですね、そういう事態になってしまいましたので、軍の大部分をですね、そういった、これから敵国になる、あるいはすでに敵国になったイギリス対策ということで展開を済ませるところまでやってあります。時間は特に進めていません。イギリス領インド帝国、この近辺、あとフランスなんかもね、敵国として参戦する恐れがあるというところと、あとヨーロッパ方面ですね。ここもしっかりと、手段を配備するという形にしました。で、一方、アメリカに対してはですね、引き続き、アメリカ本土を蹂躙しながら、ワシントンを目指すという戦いを行っていきたいと思います。では、時間を進めていきます。まずはね、確実に、アメリカに対して勝利をつかむということが大事なので、そこをしっかりやっていきましょう。で、イギリス協約に入っている各国が敵国として参戦ですね。ちょっと敵国の状況を確認していきましょう。イギリス、オーストラリア、まあ、ブータンはいいでしょう。カナダも敵か。きついな。ニュージーランド、あとはフランス、ポルトガル、メキシコ、オランダ。くー、厳しいね。味方になってくれそうなのは、ドイツ。26個師団。これでかいね。オースマンからも5師団。オーストリアからも、11師団が到着予定ですね。いやー、厳しい戦いになりそうですが、なんとか勝ち抜いていきましょう。という事態になった以上はですね、カナダに対しても攻撃を仕掛けていかなきゃいけないので、カナダの首都はオタワ。ここを目指しますか。いやー、本当にさ、カナダも戦いたいの？日本と。今なら後戻りできるよって言いたくなるよね。これで、我々は、戦闘中域が一気に広がったね。イギリスが上陸かけてきてるよ、早くも。それなりの手段が。いやー、厳しい戦いになるな。まずは確実に駆逐していかなきゃいけないかな。上陸してきた部隊は確実に駆逐していく。いや、面倒な戦いが始まったね。こうやって一個一個潰していかなきゃいけないので。何、強襲上陸またどっかで受けている？うわ、受けてるよ。確実に潰していきます。で、ベトナム持ってるフランスはここで潰しちゃおうっていうのと、イギリス領インドも、この先のことを考えて、もう攻略しちゃいましょう。進軍を開始。取りに行く。
まあ、そういう戦いですね。で、フランスのベトナムはさっきお話した通り、確実に奪い取りに行きますというところかな。で、肝心のアメリカ戦線が見れてないですが、アメリカ戦線を確認します。うわ、アメリカに一部取り返されてるよ。まあそうなるよな。で、残りの部隊も配備を進めて進撃を開始していきましょう。確かメキシコもね、参戦するって話になっちゃってるんで、対メキシコもちょっと睨んでおかなきゃいけない。ではこれでまた時間を進めていきましょう。その前に輸送機はまあいらないかな。爆撃機なんかはちょっと数を用意しましょうか。あと師団の配備も進めていきます。こんなところですかね。では時間を進めていきましょう。心配の尽きないアジア方面。いや、イギリス領インドが強そうだな。なんか苦戦してる感じがしますね。で、一方どうだろう、フランスの方は駆逐が進んでそうな感じがするね。で、艦隊だね。艦隊1個新しいのを用意して、この艦隊に周辺海域のしっかりとした守りを行わせましょう。どうなんだろうね、割と順調に来てるような感じもするんですけどね。敵国があんなに参戦した割には。まずはフランスをベトナムから、一掃しましょう。ラオス、ベトナムから一掃する。フランス軍の海軍撃滅してるね。悪くない。ちょっと待ってね。ツァーリツィンへの原子爆弾投下。うん。まあ、これ我々原爆2つ持ってますからね。いざとなれば原爆を投下できる。そしたら1個し軍、大きめの15師団を割いて、一気にワシントンを目指そうという動きをちょっと、入れておきましょうか。シカゴもそうだけどね。まずはワシントン、ここを目指しましょう。本当だったらね、カナダが参戦してさえ来なければもうちょっとゆとりのある戦略が組めたかなと思うんですけど、ちょっとそこだけ残念ですよね。フランスを下したら、ベトナムからフランスを一掃したら、今、フランスに対しているベトナムに置いている軍を転進させましょうか。それで、軍の増強を図りましょう。で、もうほぼほぼ入れたいものを含めて全部研究は終わったと言っていいな。まあ、石油とかこのあたりちまちま入れておいて、この後は戦争の方に注力していきましょう。タイとかこの辺り参戦されたら困るからね。関係改善、行っておきましょう。参戦していないところは関係改善。もう参戦されちゃったところはしょうがないんで、置いておいて。ドイツとかもね、戦線布告全然してくれていいんだけどね。
いや、このあたり苦戦してるな。完全に苦戦だわ。タイが参戦してくることはないと踏んで、タイの国境に配備している軍を、インド方面に転戦させましょう。原爆落としてきやがった。誰だ。いや誰だよマジで。原爆落としてくるとか非常識なことするの。いやー、こっからは原爆戦争、核戦争が始まるな。一刻も早くアメリカ本土を攻略してしまいたい。強いな。イギリス軍が強い。どこが強いって、イギリス軍が強いね。アメリカ軍よりもイギリス軍の圧倒的に強いわ。さて困ったな、軍の数が全然足りてないですね。ちょっとどっかで軍を割かなきゃいけないんですが、どっからその軍を引っ張ってくるかだな。少しちょっと軍の再編を進めて、一刻も早くアメリカをまず下すっていうところかな。そしたらアメリカから軍を引き上げられるので、その軍を使ってイギリスに返す刀をぶちかましていくというのがいいかな。けど海兵隊も、じゃあこっからはいよいよ ワシントン目指して進撃を始めていきます。インド方面が本当に厳しい。ちょっとここ急いで軍を出さなきゃいけないな。こうやって手薄なところが増えれば増えるほどね。今度は中国が危なくなるっていうね。ちょっと行ったり来たりか、皆さんちょっと見づらくなってるかもしれないんですけど、それぐらいちょっと今忙しい状態になってるんで、すいません、ちょっと頑張ってついてきてください。さて、どうしたものか。
まずはフランスを先に駆逐しきっちゃおう。で、その軍の軍を他に割くためにさっさとフランスを追い落としましょう。で、アメリカの方を目を向けると、アメリカの方は割と順調に推移してるかな。ちょっと足が遅くなってるのが、ここイラの部隊が足が遅くなってるね。孤立だけはしないようにね、しっかり歩調を揃えながら、アメリカの、まあ、3分の1ぐらいは、抑えつつありますかね。まあ、さらにね、拡大していきましょう。一方、イギリスだよね、イギリス。イギリスが本当に強い。フィンランドから兵は引き上げられないしね。オスマンからは兵を引く？オスマンは、さすがに、敵に、入ることはないでしょう。ここまで来たら。もうちょっと収集がつかないね。どこに誰がいるかが完全に自分でも整理ができなくなってきてるので、ちょっとはちゃめちゃな指示を出していくことになる部分もあるかもしれないですが、ここは一旦ご利用して、行きましょう。気になるのがやっぱりイギリス軍だよね。イギリス軍が強い。フランスさえ排除できれば、ただその軍もイギリスに当てられるので、タイはちなみにさ、軍事通行権はもらえるのかな？もらえないか。しょうがないね。原爆落とすね、ガンガン。誰を落としてくるの？本当に。こういうことするの。よし、インド方面も巻き返しが始まってるね。軍を割いた甲斐がありましたね。これでイギリス領インド帝国も壊滅させられれば、いよいよ世界の王にふさわしい力。おっと、ちょっと待ってね。ここに来てフィリピンに敵が上陸。アメリカ軍か。フィリピンの奪還作戦にここに来て出てきたわけだな。それはさせない。本当にね、もう目くばせが忙しいですね。硫黄島に誰もいないの？硫黄島に誰もいないのはちょっとまずいよな。硫黄島にも人入れておきましょう。軍を入れておきます。海戦とかも全然最近見てないけど、どうなってんだろう。ちょっと敵のね、戦力っていうことを考えた場合、あまりにも強大だよね。で、アメリカ軍が、こっちにも上陸してくれば当然だよね。ただここ、穴を開けたままにするわけにはいかないので、
取り返しに行きましょう。で、海軍のマップだよ、海軍のマップ。いやー、海軍も数が足りないな。誰でもいいから用意するしかない。さて、他は順調でいいのかな？あと余って今動いてない手段が1個あるね。ああ、これ日本にいる手段か。いや、ただこれはここに余らせておいてもしょうがないので、アメリカ本土に送りましょう。怖いのがここだよな。ここにこんな穴を開けられたまま軍を先に進めるわけにいかないからね。はい、ではね、ちょっと今回短めですが、いよいよ世界大戦、そういう様相になってきましたね。今まではアメリカとの対マンという形だったんですけど、まあ、世界大戦というか日本対世界と言っていいと思うんですけど、まあ、そういう戦いが今後展開されていくと思いますので、これを勝ち切るためにですね、頑張っていきたいと思います。まあ、当面はまず、アメリカ本土に再上陸をかけてきた敵、まあ、フランスかな。それにメキシコ。これの撃破と、あとはフランスをね、ベトナムから追い落としていきます。でさらにイギリス領インド帝国、これももう壊滅させる、まあ、その後期だと思うので壊滅させていきましょう。というわけで、じゃあ今回はここまでにさせていただきたいと思います。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですね、ツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。